格差と貧困をひどくし、国政私物化疑惑にまみれ、コロナ失勢で多くの犠牲を出した安倍・菅政権を引き継ぐ岸田政権に、この国の政治を任せるわけにはいかないじゃないですか、日本共産党は生活に困窮している 低所得者の方々に加えまして、コロナで収入が減った方々を広く中間層まで対象にしまして、一人基本的に10万円の暮らし応援給付金を支給することを提案しております。みんなの力で実行させようではありませんか。日本共産党を躍進させていただいて、 新自由主義を文字通り終わりにして命と暮らし最優先の政治作っていこうじゃありませんか